演舞開演。どうも、本日はこちらキリン午後の紅茶ミルクティーを飲んでみたいと思います。ミルクティーは紅茶の中で一番好きなのですが、人の中でも午後の紅茶は初めて飲んだ紅茶ですので、とっても思い出深いです。ミルクティー、確かに最初に飲んだのはミルクティーだった気もしますね。では飲んでみたいと思います。何年経っても変わらないまったりとしたこのミルクの濃厚さ、他の紅茶ではなかなか味わえない気がします。ほっと心までしてくれますね。なのでこちらの点数とさせていただきます。まあ自分の思い出の加算もあるのかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。